数日後。とりあえず今はなのかちゃんと白菊さんと3人か、あとの3人かな。どういう風に入ってくんだろうな。あ、てか奥にアペイリアさんある。神ゲーなんでぜひ。あ、リンカもやばい、またやりたくなってくるからやめて本当に。マジで面白かったんだから。思えばそうなんだよな、俺リンカだから一番最初の作品から入らせてもらったんだよな。それからどっぷりですね。にしても本当にいいとこだよな。本日は何時頃お帰りでしょうか。バイトの、あ、そっかどっか。大丈夫ですよ、ご友人とのお付き合いも大切ですから。それでは行ってらっしゃいませ、ご主人様。なんかこうやって送り出されると嬉しくなっちゃうね。ああ、もうすっかり。あ、出会い？ホームメイドスイートピー。しおりちゃん。お。じゃねー。バイバイ。ああ。しおりちゃん視点か。今日もゆうなさんの家に泊まるわけにもいかないし、かといって家には帰りたくない。どこかに泊まるとしてもお金ないしな。これはいけない、このまま行くと大変なことになってしまう。遠行は論外だし、となると神町やパパ活になるんだけど、泊まる家がないので誰かと。ダメだ、それはエロゲーみたいな展開に。あ、エロゲーなんでもダメ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 。どう見てもエッチなことされそうだよね。だよな。まあ、見た目もこんだけ可愛いとすぐね、変な人寄ってきそうだし。安いネカフェでも探そうかな。ああ、ジョーちゃん、ここで何してんだ。はい、来た、ホームメイドスイートピー。俺のような輩が寄ってくる。おじさん誰ですか。誰って、ジョーちゃんが寂しそうにしてるから、俺ってば声をかけてやったんだろうがよ。汚いおっさんが来た。ああ、酔っ払いだろうな。お酒くそ。なんだって、今なんて言った。立ち悪。彼氏パターンだ。なんだ兄ちゃん。あー、もう遅いよ兄さん、待ちくたびれちゃった。お兄ちゃんパターンだ。まあ、いきなり彼氏はまああれか。
アドリブ聞きますね。ちぇ、なんだ、先約がいるんかよ。まあでもこれで消えてくれてよかったね。集団とかでもなかったし。よかった、とりあえず。そう、やっぱねえ、なのかちゃんもそうだけど、やっぱこの格好やっぱ目立つだろうしな。 ありがとう。かわいいぞ。でも、あ、いや、まあ、うん、そうだよね。さっきからこっち見てたよね。もしかしてお兄さんも私をナンパしに来たの？あー、なんか都合いいみたいな状況が。だから私に近づいてきたんでしょ。まあ無償の善意を振るってくれる人なんてなかなかいないしな。どうだか、これが正しい反応だし、うん、それで良かったと思う。うん、怖いよな、そりゃ。うん、だが優星くんは無償でできる数少ない人種だ。よかったよかった。まあそうよね。うん、そうだね。最近はずっと寝カフェに泊まったり、24時間営業のハンバーガー屋で一晩潰したり、昨日は友達の家に泊めてもらったりかな。友達もいい友達なんだろうな。もっと悲惨な目に遭っててもおかしくないよな。頼めば止めてもらえるだろうけど、何度もお世話になるわけにもいかないし。うん、そっか、訳ありだよな。うん、これはでもさ、そうだよね、お金かからないって逆に怪しまれちゃうよな。うん、ここはもうほんと信じてもらうしかない。まあ見過ごせないしな。ここから近いの？お、ニヘラ顔かわいい。立ち絵絶ありっすね。しおりちゃんと、あとさくらさんが好きです。あ、ありがとう。あ、てかみんなあれか、花の名前なんだ。そっか、ちなんでたんだな。宝泉しおり、水口学園に通っています。そうだ、林道だってそうだわ。うん、将軍行きてよ。夕崎駅、お、知ってるのかな。ちょっと公園に寄ってもいい？公園、少し休憩したい気分なんだ。いい？うん。バーベナって、そういえば、そう、友達がね、ガーベラって花育ててたんですけど、
名前似てるんでよく間違えてましたね。ありがとう。うん。夜の公園ってなんだか落ち着くから一人になりたい時とかよく来てるんだ。わかるわ。昔俺も夜仕事終わった後に走り込みしてよく公園行ってた。ちょっと話し相手になってもらえる？うん。まあでもやっぱり一人だと危ないだろうな、こんな可愛い子が。お家の事情が結構でかそうな。あー、そう、なんか紹介の時にちらっと書いてましたよね、なんかお家のこといろいろ。ごめん、嫌な話聞かせちゃって。慣れてる？そうなんだよ、みんな、もしかしてこのゲームのキャラみんなペルソナ3張りに不運なのか。そうなんだ。うん。まだ時間大丈夫だったりする？お？少しだけお話に付き合ってもらってもいい？私の友達の話なんだけど。これ自分のパターンか？私の姉代わりと言ってもいいのかな。ユーナさんって呼んでる人がいて、昨日ちょうどその人の家に泊まったんだけど、本当にかっこよくて、友達が多くて、みんなに頼られてて、私のこともすんなりグループに入れてくれて、あんな風になりたいな。すごくいい人みたいだね。どうなんだろう、そうなのかな。うん、憧れみたいな。あ、ごめん、自分の話ばっかりしちゃって。この前髪ちょっと垂れてんのいいっすよね。ああいうの好き。うん。ああ、いい時間。まあ、下手したら警察とかに補導されそうなあれだし、ね、まあ一緒にいるから大丈夫か。遅くなったけど、さっきはありがとう。本当にいいやつだな。ちゃんが来たとしたらこんな感じなのかな。お兄ちゃんか。無事たどり着きました。おお、凛とした佇まい。お帰りなさいませ、ご主人様。そろそろお帰りになる頃だと思っておりました。つい先ほどまで起きていらっしゃったのですが、さすがにこの時間です。お休みになられました。多分待っててくれたんだろうな。ええ子や。あら、ということは新しいご入居者様でしょうか。うん、これまた可愛らしい女の子ですね。まあそりゃそうや、まあ、格好がそうだよね。そらそうよ。
仙しおりと言います。よろしくお願いします。宝仙、何か？いえ、何でもありません。続けてください。恥ずかしい話ですが、家庭の事情で家出をしてきまして、詳しい理由は今はちょっと話せなくて。無理に言わずとも結構ですよ。ここバーベナ荘はしおり様のような方々のためにある場所ですから。長い間になると思うんですが、入居させていただけないでしょうか？はい、歓迎します。ようこそバーベナ荘へ。俺も生きて。本当ありがとう。よかったよかった。じとめいいぞ。ん？どうした？なんでメイド服着てるの？もしかしてお兄さんが雇って？気になるよ。メイドフェチ、やっぱり私に興味を持って声をかけたんじゃ。いや、でもまだ目にハイライトがあるから大丈夫だ。ご主人様、さすがでございます。もうすっかり仲良くなってますね。しかもご主人様なんて呼ばせてるし、変態。いいな。お味はどうだったでしょうか、しおり様。美味しかったです。そう言っていただけて光栄です。さすがだな。わー、卵焼き超美味しそう。よかったな。でも開幕の時はそっけないのかなと思ったけど、うん、普通に仲良くなってる。ありがとうございます。ごちそうさまでした。お食事をしながら聞いてほしいのですが。ん？しおり様の詳しいご事情は分かりません。ですが、ご主人様とのやりとりから察するに、お兄さんの代わりになる方をお探しではないですか？分かっちゃうのか。時折お兄さんと呼んでいる様子も見受けられました。それは確かに、林道さんに対してお兄ちゃんみたいだと思ってはいました。でしたら、こうしたらどうでしょうか。ここバーベナ荘は雄星様もそうですが、身寄りのない方々などを迎え入れることを主としています。と同時に、ご主人様にはここの主として過ごしてもらい、それぞれが求める存在になっていただこうと考えております。でもそれってかなり難しいことなんじゃ。うん。どうして？うん、ご主人様もこうおっしゃってることですし、改めてどうでしょう、しおり様。彼をお兄さんとして、家族として過ごしてみませんか？あ、かわいい。気恥ずかしさが。誠実やな。俺と家族、あー、なんかグッときたな今。ここで本当の家族になりませんか？私お金もなくて。
これから家族になるのですから、お金の心配は無用ですよ。それに、いきなりお兄ちゃんと呼ぶのも難しいでしょうし、徐々に慣れていけばいいですから。うん。これから、いろいろとご迷惑をおかけするかと思いますが、よろしくお願いいたします。しっかりした子だな。よろしくお願いいたしますね。よろしくお願いします。あー、こういう感じだったんだな。助けてく感じなんですかね、やっぱ父として兄として。ボタンさんがどうなんですかね、旦那になるんですかね。やっぱ子供っていうあれはさすがにそこもまたちょっと見ていきたいですね。増えた。欲しいな、これ。